ユックスは、イギリスのキーボーディスト、エレクトリック・バイオリニストのエディ・ジョブソンを中心に2007年10月に結成されたプログレッシブロックバンドである。およそ27年間バンド活動から離れていたエディ・ジョブソンは、近年のプログレッシブロックバンドの再結成の流れを受けて2006年頃、UK の再結成を企画した。しかしオリジナルメンバーであるジョン・ウェットン、ビル・ブルー・フォード、 アラン・ホールズワースは各人の活動のため参加できず、代わりにジョブソンは全く異なったメンバーで新しいスタイルのプログレッシブロックバンドを結成することにした。YouTube でミュージシャンをリサーチし、理想の仮想のバンドを構想した、ジョブソンはボーカリストのアーロン・リーパーと、ウォーギター奏者のトレーガン、ギタリストのアレックス・マカチェク、ドラマーのマルコ・ミンネマンらとコンタクトを取り、 新バンド UX を結成した。インターネットを通して世界中から集められたメンバーは、それぞれベルギー、アメリカ、オーストリア、ドイツの国籍を所有しており、メンバー全員が異なる国籍であるという、国際色豊かなバンドとなった。バンドは、当初、2007年内にリハーサルとレコーディングを済ませ、年明けにアルバムをリリースする予定であったが、メンバーのスケジュールの都合などにより、 メンバー全員が実際に顔を合わせたのは2008年の8月であった。同年9月30日にバンドは最初の楽曲、つまいなす95をネット上でリリースし、翌2009年1月1日にはプロモーションビデオ、ラディエーションを YouTube で公開した。1月24日にはニューヨークで初のライブを行った。3月24日には前述の2曲を含む4曲入り。 EP ラディエーションがリリースされた。また、同年6月には日本公演も行われた。これは、ジョブソンにとって、1979年の UK での来日公演以来、実に30年ぶりの日本でのライブであった。バンドは、ユックスの楽曲やメンバーのソロのほか、UK の代表曲も多く演奏した。しかし日本公演後、再びバンドは休止状態となった。 メンバーは、それぞれのソロプロジェクトに専念し、ジョブソン自身も U、Z プロジェクトを率いて活動するようになった。ジョブソンによれば、今後もユックスを存続させ、フルアルバムをリリースする意思はあると思われるが、2010年現在、実現のめどは立っていない。現時点で、リリースされた4つの楽曲から、バンドの全容を把握することは困難であるが、 EP のタイトルであり、プロモーションビデオも作られた、ラディエーションは、現時点でのユックスの音楽性を象徴する曲で、あると思われる。同曲は、リパートのウルタナキブロック調のボーカルと、近年のキングクリムゾンを彷彿とさせるメタリックな、サウンドを基調としているが、ミンネマンの技巧的なドラムソロや、マカチークのアラン・ホールズワースを連想させる、高速レガートによる、ソロ。 ジョブソンの叙情的なバイオリンソロなど、メンバー全員の演奏がフィーチャーされている。ありがとうございます。